ナイス BTM ボーカル&キーボーディストのキックンです。今回のガレージバンドの使い方シリーズでは、意外と知られていない映像の扱い方についてお伝えしたいと思います。そうなんです、実は、ガレージバンドでも映像のデータ扱えるんですね。もちろん、動画を切ったり貼ったりとか組み替えたりっていうのは iMovie などをはじめとする専用のね動画編集ソフトが必要にはなるんですけれども、実は音声編集において、ガレージバンドでも扱います。どういうふうに使うかっていうと、主に、例えば映像を見ながら音楽を作りたい時とか、映像のタイミングに対して効果音を楽にね、ガレージバンドの機能を使って入れたいとかって言った時にも、非常に便利でございます。なのでね、 CM などのね音楽で尺を合わせたい時とかも非常に便利かと思われますので、ぜひ活用してみてください。じゃあまず読み込み方いきましょう。一番簡単な方法はファイルをドラッグするっていう方法なんですけれども、実はここのトラックのところをクリックしてあげると、ほらムービートラックを表示ってあるんですよ。ここを使っていくんですね。ここからでも実はムービーを開くとかって、メニューを選ぶことができます。これが一つで覚えておいてくださいね。なんですけど今回一番楽な方法いきます。もうムービーをそのままドラッグして読み込んでしまいましょう。じゃあ例えばこのムービーの映像をドラッグ、はい、これだけでもう読み込まれてしまいましたね。そうなんです、そうすると映像が出てくれます。ちょっと再生してみましょう。このように映像がタイミングに合ってくれるんですよね。ほら、もちろんこっちの動画の方のシークバーを移動してもちゃんと連動してくれるわけなんですね。そうなんです。で、そして、この映像が邪魔だという時は、消せばいいし、もう一回、表示させたい時はここをクリックしましょう。そうするとここに、表示されるっていう感じです。そして、ムービーのところですね、ムービーを削除したい時はここをクリックしてあげて削除すれば音声だけが残るっていうことができます。うん、っていうのも覚えておいてくださいね。で、もちろんこの上の編集のところからでもですね、そういったことはできるので、これも覚えておきましょう。ムービー、ほらムービー削除、ムービーを開くね。あと最後にオーディオをムービーに書き出すっていうのもあるので、後で説明していきますね。じゃあこれはじゃあどういうふうに使っていくかっていうと、まずオーディオ編集ということも当然できます。それはどういうことかというと、音量を、ね、下げたい時とか、もう音量なしにもできるわけなんですね。でもちろん音量を変えると、あとはここダブルクリックしましょう。これダブルクリックすると、ここトランスポーズっていうのがあるんですね。これで音程変えられるんですよ。テンポとピッチに従うっていうのをチェック入れてあげると、わかりますか。音程変わってますよね、歌の。っていうこともできるんですね。ちょっと面白いですよね。シュールですね。で、あとは、ここの逆再生とかもね、実はできたりするんですけれども、それはまたね、基本的なこのあたり の操作っていうのは、基本的にはもう同じですね。オーディオと、オーディオ編集と同じです。だ今後、このオーディオ編集っていうのも、このガレージバンドの使い方シリーズでしっかりとお伝えしていけたらなと思っておりますので、そのあたりも非常に楽しみにしていただけたらと思います。では、今回ムービーの話にまた戻りますね。じゃあ次に、どういう時に便利かっていうと、じゃあ一回音をなくしてしまいましょう。なくした時ですよ、ここに、演奏を加えていくんですよ。普通に録音するんですよね、こうやって。こうすればというふうに、全然この激しい映像に似合わない演奏なんですけど、まあこういうものを入れたりとか、あとはこういうね声ネタとかありますよね、効果音、こういったものを入れたいとき、こういうふうにね、そうすればみたいな感じでちょっと適当でごめんなさいっていう感じなんですけど、まあこういうイメージで入れたいタイミングのところに効果音を入れるのが非常に楽ですよっていう、使い方でございます。全くね違う曲を組み合わせてもいいし、例えばイメージ映像ね、こうやってイメージ映像に対して何か全く別の楽曲を入れてあげてっていうのも面白いし、あとは歌ってみたの録音をしたい時とかは歌詞付きの動画ってありますよね。
あれをここに読み込んであげると歌詞がここに、ね、表示されるわけですね。当然動画に歌詞が入っていれば、だからこのここに表示されている歌詞を見ながら歌うみたいなこともできちゃうわけなんですね、応用としてっていうことです。そして、最後のポイントはこのね、映像と音の混じったものができたらどうすればいいか。できたら、ここのファイルのところからムービーを選択、オーディオをムービーに書き出すっていうのをしてあげると、ファイル形式、ほらプリセットね、この画質がね一番いいのとかね、中ぐらいのとか、あと iPhone に合ったものとか最高品質っていうのを選んであげて書き出してあげると、普通に映像として、映像データとして扱えるので、それをね YouTube にアップしたりっていうこともできますね。まあもちろん著作権関係は気をつけてくださいね、映像とか音に関しては。そしてあとはまあ強いて言えばね、ここリージョンもちろん音声だけを削除することもできるので、まあこのようにこれが CM だったとしたらどのタイミングで音を入れようかっていうのも考えやすいわけですね。ということで、お楽しみいただけましたでしょうか。実はこういったねムービー機能ロジックにも入っているので、ロジックユーザーの方も楽しんでいただきたいと思います。で、僕の、このチャンネルでは有料メンバーシップというのもありますので、そちらではよりアレンジの踏み込んだテクニックとか、プロ仕様の技も一緒に、お伝えしているので、ぜひ必要であれば、ご登録くださいね。ということで今回もありがとうございました。キックンでした。